ット、シフトレバーが右、ウインカーが左でハザード消してっと、免許証をかざすだけで、1時間1200円でベンツが借りられる。カーシェアサービスのエニカで遊んでいきましょう。というわけでコンパクト SUV の GLA クラスです。2017年式って書かれてるんだけど、内装ってこんなもんなのか？初見に不親切なワイパー兼ウインカースティックは、先端のつまみを回して切り替えます。シフトは右で、ウインカーと間違える危ない位置にあります。駐車場から出るときに、間違えてニュートラルに入れるやつな。電動シートは電動のコントロールだけど、正直使いづらいと思うんだよね。普通に右下じゃダメなの？現行型はボタンですらなくなったらしくって、より使いづらさが増したらしいな。電動パーキングブレーキに、鍵はプッシュスタートじゃなくて、差して回さなきゃいけないタイプ。中央はハザードに、アイドリングストップストップボタン、パーキングソナー、坂下りモードこと DSR、シートヒーター、ドライブモード変更ボタン、ベンツなのにブランクボタン、謎のボタン、そして、なくなって正解な、プラスチッキーで、誰も使わなさそうな電話パッド、エアコン操作は物理だけど、なんか奥まったところにあって、使いづらかった印象。温度調整ダイヤルは、プラスチックな安い作りという感じで、やっぱりこの年代のベンツ、内装がな、ここ開けるとシガーソケットなんだけど、なぜか配柱入ってるよ。配柱は草。86借りた時はミラーあったよな。カップホルダーの中央は、なぜか取り外せます。紫のランプがついてるけど、なんというか、ベンツが内装を徹底的に作り込む方向に進化したのは、素晴らしいと思いましたね。正直この内装じゃ、高級車だとはいまいち思えないしな。こことか同年代のマツダ車以下だろ。鍵のメッキは傷だらけ。もうちょっと頑丈に作って、素材もプラスチックだし、新しいのとは悲しくなるほど違うぜ。乗った後に気づいたけど、上のサンルーフ開けられたんですね。さあ東京タワーを正面に見ながら、芝公園インターまで向かっているわけですが、さすが SUV タイプというだけあって、ストロークがある分、乗り心地もいいですね。おまけに視点が高くて車体も小さめなので、ヤリスクロスの時同様、とても運転がしやすいです。この年代のベンツ、高級感としては弱いけど、かっちり感がありますよね。GLA220、新車価格450万円だったそうだが、そこまでの価値があるのか？これ200万円くらいブランド用だろ。安い価格帯の高級外車って、なんというか、相対的に損ですよね。エントリーといえば聞こえはいいけど、上位車と比べて明らかにケチられてるのがわかるし、その割に同格の国産と比べてバカ高いし、まあその、後でレポートしますが、コンパクト SUV である割には、かなり車体性能は高いです。中古が150万円くらいで拾えるなら、今、2023年に買う車としても、私はありなんじゃないかなと思います。一番値段と信頼性のバランスがいい。3万キロ台後半の中古車の価格が、だいたいそれくらいだ。古いとはいえベンツを味わえるので、乗りやすいサイズ感と合わせて、気になってるなら私はありだと思いますよ。あれ、首都高は左ですか？道がわからないんだよな。画面が小さい割に、色がごちゃついているので、カーナビは大変見づらいです。ここで右ミラーに注目。ブラインドスポットモニターがついていますね。視覚や視認性の弱点はあまりないが、事故リスクが一つなくせるのはありがたいな。ちなみにメーター内部のエラー分みたいなやつ、スマホないよって言ってるだけですね。カーシェア車といえば、メンテナンス時期を過ぎていますっていう表示が定番だよな。メンテナンス、かっこ5000キロごとのオイル交換と、タイヤの空気圧点検で金払え。そんなくだらないレベルだったら別にいいんだが、中古で古いのを安く拾うとなると、やはり怖いよな。それにしてもこの GLA クラスも、G クラスの時同様、ブレーキと比べてアクセルがそこにあるというか、そこそこ奥まで踏み込んでいかないと、全然発進していかないんですね。モードによる違いもあるだろうけど、というわけでこの雨ですが、首都高に乗って、ベンツの SUV を試してみましょうか。GLA220 は、2リッター直4ターボらしい。1200回転から最大トルクの300ニュートンメーターが出る、184馬力のエンジンだそうだ。ちょくちょく出るメーターのこの割り込み表示、邪魔なんですけど、さて、距離があるのであんまり踏まないけど、合流加速です。踏む。特別速かったりトルクフルではないけど、ほどほどに踏むだけで何も問題なく合流できる、よくできたエンジンですな。エンジンとしては下から2番目にいいらしい。下から、1.6 リッターで122馬力の再開と、2リッターで184馬力あるこれと、同じ構成で210馬力ある、250の方と、
381馬力に高められた AMG の4種だ。ふむふむ、トルクや本体価格を踏まえても、一番コスパがいいグレードなんじゃないでしょうか。ゆったり SUV を味わいたい GLA に、特段と高い加速力はいらないしな。ほどほどに優雅に流せる、A クラスとしてのバランスの良さが光っている。さっき内装の安っぽさについて苦言を呈したけど、夜間に走り出せば、ベンツの世界が見えてきますね。上位車には譲るだろうけど、最低限の遮音がやってあって、優雅な車内空間が、エントリーなりに作られてます。乗り心地と走行安定性を、大きく左右する足についてですが、スピードレンジが高い割には快適といったところ、やはり安定性と高速性能を考えてあるようで、短いストロークで、コツコツと動かすような味付けになっています。アウディの TT と比べると、容量 20% 減という感じが否めないですが、ほぼ動かないのに、揺れだけはしっかり抑える E ショックです。あと何より、乗り心地がいいんですよね。クラウンクロスオーバーほど良くはないんだけど、硬い入力をしっかりと打ち砕いて、優雅な波にしてフレームに入れてくるイメージ。まとめると、安定性を損なわない範囲で、快適性もしっかり出してくる、本体が高い分乗り心地がいいと、素直に言えるようないい足だ。メルセデスって、足がしっとりと動く BMW や、ショックの容量が大きいアウディと比べて、どうしても乗り心地に、ゴツゴツしたところが出がちなイメージだったんですが、そこはさすが SUV タイプです。同じ価格帯の国産車に、さすがに負けていないな。内装や好きこの年代でも、シャシーはいい。この方向性なら正直、EV でいいんじゃないかと思いますね。ちょうどいいところに EQA、新車価格800万円だ。高い。そして SUV の中で気になるのが、ステアリングフィールですね。重量があったり、重心が高い分、残念なことになりがちですが、GLA はちゃんと作ってあるようです。基本的にはフラットな動きで、低負荷域の旋回からは、SUV であることはあまり感じません。ここでペースアップしていく上で問題があって、ずっと奥の方が赤く点滅していますが、警察がいるんですよね。ルーレット族の取り締まりか？まあその、一般的なペースで走っている限りはしっかり踏ん張りますので、ベンツの走行性能に、基本的に不安はないですよ。もともとスポーツとかドライビングよりは、優雅に街乗りすることを想定されてるでしょうから、CX5 みたいに、アホみたいに追い込んでもねえ。SUV の動きって基本的に、重量が一定以上あると終わるんだよな。高重心で崩れて、曲がるのを拒否する。今ブレーキ踏むタイミングを逃しましたな。いいや、間に入りましょう。パトカーを抜いていってもいいんですが、この雨の中で、乗り物との接続感がいまいちというか、どうしても飛ばす気になれない。あれ？車線規制があるのか？さっきからグダグダですね。ちなみにブレーキについては、初期からズドンと来るわけではなく、自然なフィールでいい感じです。B クラスの時なんか、サーキットセットアップのスポーツカーみたいな、初期ズドンブレーキだったからな。というわけで今の時間に、モード切り替えを試してみましょう。コンフォート、スポート、カスタム、オフロード、エコ、スロットルレスポンス、ステアリング、アイドリングストップ、エアコンが切り替わるらしいな。それ要するに2つってことですよね。なおパワーモードにすると、アクセル回路に対する加速力が、少しだけ増します。一段低いギアを使ってる印象だな。ステアリングについては、あんまり変わった記憶がないです。多少の峠道や加速くらいなら、わざわざモード切り替えても、何個も通過しながら戻す面倒の方が勝りそう。ここで、ちょっとだけ踏んでみましょうかね。そこまで速いわけではないというか、これ本当にターボ入ってるんですかね？今の段差コッパ、タイヤがバタついて、暴れ出しそうになりました。というかなんなら、再設置の際に、ちょっと滑ってた気がする。それだけじゃなくて、必要以上にハンドルがインに切れすぎちゃうような。CX5 の時と同様、アホみたいな負荷をかけるのはダメっぽいです。どうしても、このフィーリングのまま速度上げて、タイヤに負荷をかけていこうとは、思えないんですよね。むしろ、ペースは抑えていこうと、そう思わされるんです。ここで、カーナビを自宅にセットしましたが、徘徊家を指定するステップがあるの、クソめんどいんだけど。
まあこの画面サイズなら、おとなしく充電機能付きの、スマホホルダーをつければいいと思うぜ。でもそれをやろうと思ったら、丸っこい形状の吹き出し口が、邪魔になってしまうんですよね。内装関連の弱点、現行型は完全消滅しているから、そこは考えてあげたいな。それにしても、雨で不安感が出て、一気に攻め込めなくなる車種と、基本的に天候をもろともせず、がっつり追い込んでいける車種、何が分けているんだか。少なくともこの車種においては、段差を超えた際の、タイヤと路面とのグリップバランスの崩壊。これがボトルネックだな。プリウス PHV の、ロングホイールベースと TNGA プラットフォームの、驚異的な直進性を知っているとね、なんというか、どの車種に乗っても、今のプリウスを売って、乗り換えたいとは思わないというか、基本的に私の動画シリーズ、プリウス PHV に勝てるかどうかの、勝負になっている一面がある。勝ったと言えるのって、今のところテスラのモデル3と、新型シビックだけだよな。トヨタの新旧未来、これは良かったけど、水素ステーションがなさすぎるし、加速力がちょっと足りない。視聴者さん、勝てそうな車があったら、コメント欄で予想を教えてもらえませんか？新型シビックのハイブリッドバージョンも、東京都内に行けばカーシェアがあるらしい。PHV 相手なら、むしろそっちが本命だよな。今コンフォートモードにしましたが、これ、足の硬さというか、減衰力も変わるんですかね？なんというか、ほんの少しだけ、段差を越えた後の収束が、穏やかになったように感じなくもないんだが、ボンネットを開けて、サスペンションの付け根の部分を、確認していればよかったものを。そして、インターを降りる距離を、バーの長さで知らせてくれる機能、便利である一方で、あと何十メートルであるのか、整数値で教えてほしいとも思う。さて、正面の左矢印は、朝8時から夜の20時までに限った話です。深夜帯なら普通に右折できます。ちょっとナビ内を見てみるか。見かけが古い割には、設定項目はかなり多いようです。そういえば言ってなかったが、7速 AT らしいな。D1 って書いてある。設定メニューを開くけど、コンフォートってなんやねん。BMW のコンフォートアクセス的な何かか？ベルト調整？どういうことなんでしょうか。ナビ内の車両設定を開くと、奥からベンツが走ってきます。こういうアニメーションいいですよね。この車両データってところ、ステアリング打角が表示されるんだ。何に使うのかわからないけど、オフロード走行には、あまり関係があるように思えないが。というわけで帰ってきたのですが、大変面白い一台でしたね。内装の素材とシステムの古さには弱点を感じましたが、大変コスパのいい、日本でも乗りやすい車だと思います。そういえばサイズを言ってなかったよな。横幅 1805mm、前後 24430mm、最小旋回半径は 5.7m、車重は約 1.6 トンです。車格を踏まえると少し重いが、この車重は乗り心地と安定性に、大きなプラスになっている。ハイブリッドカーが一般化した今買うには、少し燃費が気になりますけどね。言うてアイドリングストップはあるし、今ハンドル揺さぶったけど、そこそこ大きなロールは許容してから、その先で抑え込むようなゆったりステアです。ちょっと優雅な気分を味わいたい、ご年配の女性にベストマッチだと思うぜ。新車の軽と、そんなに中古が変わらんしな。ベンツというだけで過剰に反応せず、付加価値を踏まえれば、誤差程度の本体価格差の中で、自分がいいと思ったものを選ぶ、カーライフを楽しみたいなら、とりあえずインターネットはシャットアウトした方がいいですね。インスタグラム、飼ってる犬の写真を投稿してる人、フォローして外さない説。というわけで地獄の車庫入れです。道路幅が狭くて、出す時も苦労したのよね。地味に急勾配になっているということで、大変憂鬱な気分ですが、なんとかやるしかない。バックビューモニターは打角連動で助かるぜ。ちょっと角度が合わない感じあるが。前後に短いと、こういう時楽なんですよね。とりあえず入ってから、横移動でマスに収める作戦で行こうか。そしてここで、クリーピング時に、アクセルを踏んでも全然前に出ない弱点が出る。まあ出すぎる方が怖いかもな。そういえば小ネタなのですが、フェラーリの430ってシングルクラッチじゃん？あれさ、バック駐車時のアクセル回動ミスると、すぐクラッチがダメになるらしいですよ。は？特にこういう勾配を、バックで登っていくような場面だと、本当に状況が悪いと、一発で死ぬこともあるとか、アクセルをじわじわ踏んでるのに、全然前に出ないのず。視点が高く、物理的にも小さめなんだが、どうしても大きく感じちゃうな。踏み間違いリスクを考えるなら、これくらいのだるさが一番なのでしょうが、これはこれで例えばさ、車が来ている道路を封鎖するような形でバックしないと、入れられないような絵。そこに止めるとき、動き出しが遅れて危ないんじゃないかな。まあまあ、
G クラスの時同様、初見だから戸惑っているだけで、物理的には小さいんだし、すぐ慣れるさ。ちなみに、リア側にもソナーもどきがあります。バーの本数と距離を把握していれば、スムーズに行けそうですね。視覚的には絶望的に窮屈でしたが、落ち着いていったおかげで、なんとかなりましたわ。この GLA クラス、どういう人が買って乗るのかきっちり考えて、外さずに出してきたよな。的確なものづくりだぜ。さっき言った、ちょっと優雅な車にコスパよく乗りたい。郊外在住で生活に車必須の、壺を押さえて節約してる。だいたい40代以上の女性、本当にこのイメージが合うんですよね。あまり言ってなかったけどシートもふかふかで、これが欲しい方なら、買っても損も後悔もしないと思います。変なシフトショックも、足のゴツゴツも、初期ガッツンブレーキもないしな。というわけで免許証タップですぐベンツに乗れるエニカ、おすすめです。概要欄にリンク貼っときます。2500円分、つまり首都高一周を2台分ただのポイント付きだぜ。スマホでリンクを開いてくれよな。はい、ありがとうございました。